終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。はあ？このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか？私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。おあいにく様だけど、そのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。え？ちいちゃん。はい、皆さんどうもこんにちは。あ、いや、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれをもみ消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのまんまで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体、あれかな、あ、でしたっけ、あれの代表さんじゃないですか。ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか。沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ傘下の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば
関係各所へ然るべき対応を行います。本件の重要な関係者として藤宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか。おい、ちーちゃん。それは当然のことです。私自身も然るべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか。無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。呪縛みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。ちーちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、ちーちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私富士宮千歳は数年前から市場の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ありがとうね、一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも自分のことからも。すげえな、ちーちゃんは。でしょ。ブライス、これでてめえも終わりだ。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカが。あ？バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことしたつもりか。逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすな、この野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながらそのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。
これから先、私という必要枠がいなくなった世界で、お前たちがこの現実とどう向き合うのか、見ものだよ。心配すんな、プライス。人間はそんなヤワじゃねえ。どんなしんどい状況でも、その中でなんとかやってくもんさ。どうだかな。私は空の上から、いや、この地の底から見物させてもらおう。あっ！一番、てめえに死なれちゃ困るんだよ。何のつもりだ。この汚れた地の底に沈まれたら、簡単に死体を引き上げることすらできねえ。このドラム缶を全て引き上げるまで、死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。ほらな、約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ、クンのボケが。一番、一番終わりだ、ブライス・フェアチャイルド。千歳のおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。へえ、俺たちの仕事は終わったな、カズガ。いや、まだ終わりじゃねえ。さてと、俺らも負けてらんないね。ああ、あいつらの戦いと千歳の覚悟に俺たちも応えねえとな。うん、あんなの見せられたら私たちもやるっきゃないよね。おいよ、こっちも燃えてきたぜ。それにやっぱ一番はやるときゃやる男だな。何その顔。へへ、何でもねえよ。ふん、やる気でな。だがあまり前のめりになりすぎるなよ。だね。じゃあ行きますか、キリュウさん。ああ、わかった。もう準備はできているのか。カムロ町までは我々が送り届けよう。そうか、茜さんとラニのことを頼めるな。もともとそれが任務だ。それにお前たちのこれまでを無駄にするつもりはない。安心していけ。大道十派はいつからこんな人情的になったんだ。さっさと車に乗れ。行き先は決戦の地だ。さあ、本丸突入だな。ええ、さっさと片付けましょう。お店これ以上ほっただかしにできないし。そうだな、私も仕事が山積みだ。いいね、余裕じゃないのみんな。ん、あれ、キリュウさんは緊張してる？うん。お前たち本当にいいのか。え、蛇名とのけじめをつけるのは俺の都合だ。お前たちがわざわざ命張る必要はねえ。ちょっとさ、まだそういうこと言う？本当。ちょっとショックなんだけど、
桐生さん、私らだって大海さんに片足突っ込んでんだ。沢城のことも海老名のことも人事じゃない。私ら自身の問題なんだ。何より友達一人こんな危ねえ戦いに行かせるわけないじゃない。友達？あんたが伝説のヤクザとかなんて一般人の俺には全然ピンとこないんだよ。俺にとって桐生さんはカラオケと酒が好きで、やたら喧嘩が強くて、そんでだいぶ手のかかる友達だよ。それじゃダメかい？あんたは一人で抱え込みすぎだって。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。はあ、ああそうだったな。いつの間にか忘れてたみたいだ。じゃあ俺のわがままに一つ手貸してくれ。さあ行くぜ。てめえの悲鳴を聞くのは遊んであげる。力の差を見せてやる。さあ攻撃を食らうといい。ほれほれ調子出てきたぜ。退屈な野郎だ。もっとやろうぜ。終わらせる。せい。二度と下げようとしてやる。飛んだ。かますぜ。覚悟できてる？もうギブアップ？バシッと決めるぜ。なんとかますよ。私も狙うか。ねっ。見とれないでよね。この手でひねり手を引き合って始めよう。力の差を見せて手伝うぞ。来やがれ。かかってこいや。やるか。かかってこい。やるか。楽しませてよね。もうギブアップ？脇が甘いな。しつけの時間。ひねりビリビリするな。手加減はなしだ。痛めつけてやるよ。どうした？こいつは重いぞ。容赦しないぞ。はっ。ダウンとかますよ。調子がいいぞ。無駄だ。力の差を見せてやる。プレイやるのかい。頑張りますか。相手してやる。一緒やりますか。よし。二人でやりゃ火力二倍だ。目立っちゃおうかな。お前
調子がいいぞ、私。やるのか。手数がいるな。かますで。俺たちすごいんじゃねえ。素直に喜んでおくか。いい感じ。見とれないでよね。さあ、ここからが本番だね。エビナは文字通り最上階で高みの見物だろうね。このまま最上階へおとなしく通しちゃくれねえだろうな。みんな気をつけろ。ついに敵も玉切れか。ちょっと休もうぜ、うん、疲れた。あんだけハワイに送ってもまだこんなに残ってたなんて。清流会ってどんだけ組員がいるのよ。まあほとんどが最近清流会に加わった人間だろうね。元は東上会か近江連合。清流会にすがりたくなるほどみんな元坊五年上皇に苦しんでいたんだろう。立て。もうちょい休みましょうよ。敵も弾切れですし。違う、このフロアに敵がいないのか。隠れろ。どうすればいいんだよ。弾が切れるのを待て。そんな悠長なこと言ってる余裕ないよ。ちょっと待った。伏せて。て逃げやって。お前ら来ないだ。キリュウちゃんと殴り合って以来体がうずいてしゃあないや。喧嘩がしとうてしとうて。こうなりゃ俺らもとことん暴れさせてもらうで。キリュウさんだけにヤクザの後始末を押し付けるわけにはいかない。そういう結論に至ったんです。一緒に戦ってくれんのか。ええ、お邪魔でなければ。邪魔なもんかよ。最強の援軍だぜ。こいつはたまげたで。キリュウカズマの丘にとんだ大物ゲストまで加わっとるとはの。三年越しの恨みが一気に晴らせそうや。三年越しの恨み。ここにいる面々はもともと近江連合や。それも下っ端やない。あの解散宣言の場にいた人間や。あの時はようも抜け抜けとわしらを出し抜いてくれたの。きっちりと恨み晴らしたるわ。いいだろう。お前らの怒りは俺たちが受け止めてやる。全力でかかってこい。死にさらせや。なめてんと痛い目見るぞ。キリュウさん、背中を俺たちが守ります。頼むぜ。全力でかかってこい。ほら来い。ほら来いよ。手加減はなしだ。かかってこいよ。なんだ。ほらほら。久々に寝てろ。もう許さねえ。パズヤ。舐めるな。すぐ。よっ。おら。かかってこいよ。相手してやる。そろそろ諦めたらどうだ。調子出てきたぞ。
死ぬ気でかかってこいや。そろそろ諦めよ。終わらせる。お前らの怒り、すべて俺にぶつけてみせろ。出し惜しみはやめ。それだ。ガンガン行くぜ。取れ。買ってやるよ。クソ、次々湧いて出てくる。キリュウさん、ここは俺たちに任せて上に進んでください。分かった。お前ら死ぬんじゃねえぞ。アホ、そりゃこっちのセリフやで。はよ行きや。ほう、兵の配備に余念がないな。俺たちが息切れするのに合わせて畳みかけるって算段なわけか。なら、その計算ぶっ壊してやるな。行くぞ。無事に帰れると思うなよ。やってやろうぜ。力の差を見せて。楽に死ねると思うな。よく吠えるね。行くぜ。なおや、寝てるわ。せい、打ち殺してやる。調子乗ってんじゃねえ。出番が来たな。目立っちゃおうかな。しのげるかな。調子がいいぞ。狙うか。力の差を見せて。やるのかよ。もうギブアップ。やったろうぜ。俺の番か。なんだ。
よく覚えるね。ほら来い。聞かねえぞ。行くぜ。終わらせる。頑張りますか。全力全開。なんとかますよ。強くなれそうだ。いい感じ。体調万全だぜ。なんだてめえ。感じだよ。これは海老名。時間ぴったりだ。さすがですね、桐生さん。ようこそブリーチジャパンへ。
よく言う。この場所がお前の隠れ蓑でしかないとはいえ、殺風景が過ぎるんじゃないか。わざわざここの実態を調べに来るやつなんていやしません。それにパレカナとのビジネスが長期的に続くとは花から考えちゃいませんから。何？もうご存知でしょう。ネレ島での核廃棄物処理は実際のところただの不法投棄です。穴のキャパは遠からずいっぱいになるし、海洋汚染も始まるでしょう。そうなればいかに各国の上層部を抑えていようが、ことの露見は避けられない。ブライスがどう考えていたかは知りませんが、あなた方が命がけでネレ島の真相を暴こうが暴くまいが、計画の失敗は規定路線だったんですよ。ふん、強がりのつもりなら、なんであんたはこんな真似を。俺の野望は最初から破綻しているんでね。エビナ、沢城はどこだ？ここにいるじゃないですか。沢城、エビナ、てめえ何をそんなに怒ってるんです？この男はこういうことを他人にやってきた人間ですよ。何度も何度もね。目には目を、歯には歯を、俺は当然の報いを与えてやったまでです。もちろんネレ島に送る連中にも叱るべき報いを与えます。なんでお前はそこまでヤクザを憎む？調べはついてるんでしょ。俺の母は氷川興産組長の娘、氷川百合子。そして父はお察しの通り荒川真澄です。氷川組長の意向とは関係なく、母は荒川に惚れていました。一方で母は荒川に意中の女がいることにも気づいていた。だからこそ荒川と結ばれたことに喜びと同時に強い罪悪感を抱えていました。それでも子供ができれば荒川も情が移って心変わりするのでは。そんなことを期待していたようで。そしてお前を見ごもった？ええ、だが妊娠が発覚する前に氷川は荒川の逆鱗に触れ、組は壊滅。母はもともと体が弱くてね、俺を産んだ後女で一つの育児に疲弊して大病を患った。ヤクザの絆は血よりも濃いなんて綺麗事を抜かしていた子分連中は、そんな母のことなど見向きもしなかった。氷川が死んで組が潰れたら、さっさと別の組に鞍替えしていきましたよ。なのに。どうか組のみんなもお父さんも恨まないであげてね。そう言って母は死にました。救いようのないバカだ。愛する男に裏切られ、父親にすら利用され、家族と嘘吹く連中には見捨てられたというのに。ならこの人が受けた報いは俺が返すしかないじゃないですか。そしてお前は全てのヤクザへの復讐を目指した。ええ、だがさっき自分で言っていたな、自分の野望は最初から破綻してると。そりゃそうでしょう。どうやるってんです？全てのヤクザに復讐するなんて。一人ずつ殺して回ります？
それができれば最高だったんですがね。だから俺のやってきたことは全て事前策なんですよ。妥協案と言ってもいい。ただ本当に長い道のりでした。最初は警察としてヤクザ根絶を目指しました。だが大解散に先手を打たれ、肝心のヤクザがチリチリになってしまった。それだけじゃない。解散の混乱の中、よりにもよって荒川真澄が死んでしまった。あの時は本当に本当にがっくりきましたよ。あの男だけは俺が殺すつもりだったのに。荒川真澄、ヤクザの世界じゃ随分評価されているようですが、俺から言わせれば母を見捨てたクズ野郎だ。春日一番のやつへの進歩っぷりを見ると本当にヘドが出るんだよ。春日の猛進ぶりはブライスにいいように利用されるパレカラ信者と大差ないんですよ。なんてこと。とこのようにまず荒川抹殺の夢が絶たれます。立ち直るまでは時間かかりましたが、俺は次のことを考えることにしました。大解散で野に放たれた元棒たちのことです。ヤクザとして散々他人を食い物にした挙句、やっぱり真面目に行きます？そんなことは俺が絶対に許さない。そして思いついた。チリチリになったというならまた集めればいいってね。だから東条会と近江連合亡き後の大看板清流会を利用した。連中を集める餌は何でもいい。極道復興でもいいし、快適な社会復帰でもいい。案の定連中はうじゃうじゃと集まってきましたよ。佐藤に釣られて寄ってくるアリそっくりで。隠れて何度腹を抱えて笑ったことが。さてこいつらをどう料理してやろうかと思案していた頃、ブライスの核廃棄物処理のビジネスの話を持ってきたのがエイジでした。その段階ではネレ島という場と富士宮海運という足までは揃っていたが、人の供給源が見つかっていなかった。ただでさえ放射性物質を扱うわけですから、それも当然と言えます。しかし俺にはとても都合が良かった。清流会にかき集めた連中の実にいい使い道が見つかった。そう確信しましたよ。廃棄物の運搬、荷上げ人足として利用するだけじゃない。ネレ島という巨大なブラックボックスがあれば、そこで連中に何をしようと逃れる術もなければ、外部に漏れる気遣いもない。何をしようともね。俺にとってネレトは実に都合のいい、連中を突き落とすアリ地獄の穴だったというわけです。エイジというのは本当に使えるやつで、ネレトの話を持ってきただけじゃない。言ってませんでしたよね、星野龍平殺害の真相をつかんだのもエイジなんですよ。なんだって。エイジはブリーチジャパンにおいて青木亮、荒川正人に近い位置にいましたからね。荒川正人が
星野暗殺の指令を沢城とは別の人物にも下していたことを掴んでいたんです。その材料があったおかげで沢城を青龍会に引っ張り出すことに成功した。それに彼が支配下に置いてるタタラチャンネルも大いに活用できた。そういうことです。さあ説明はこんなところです。なんとも皮肉だとは思いませんか。荒川真澄が残した二人の息子、その片方は荒川を男の中の男と崇めたたえ、もう片方は母の敵と激しく憎んだ。そして片方は元坊の社会復帰に勤しみ、もう片方は元坊をヤクザの因果に絡め取ろうと奔走した。実に対照的じゃないですか。確かに対照的ね、エビナ。ついでにもう一つ対照的なことがあるから教えてあげようか。ほう。あんたはネレ島での核廃棄ビジネスを元坊復讐の妥協案って言ったよね。花からヤクザ全部への復讐なんて無理だって。一番は違うよ、あのバカはね。本気で一人残らず元坊を社会復帰させようとしてた。ハロワで毎日毎日一人一人と全力で向き合ってね。今のセリフ一番に聞かせてやりたかったな。知ったらぶっ飛ばすよ。エビナ、お前の怒りを俺は否定できない。俺にその権利はない。時代こそ違えど、俺はかつて東城会四代目としてヤクザの在り方を変えられる立場にいた。なのに俺はそれをしなかった。桐生さん、だからといってこのままお前の暴走を見過ごすわけにはいかない。お前を止めることが俺のできる最後のけじめだ。ヤクザって存在の罪、その全部を俺が引き受ける。大きく出ましたね。ったく、桐生さんもう忘れた？あんたは抱え込みすぎだって。まったくだよ。さ、みんなで終わらせよう。ああ、だね。なら始めましょうか。桐生一馬という男の終着点として、このミレニアムタワーはこれ以上ない舞台でしょう。ああ、俺もそう思っていた。行くぞ、桐生一馬！来い、エビア！できねえぞ。綺麗事を並べても所詮ヤクザ、ただのクズの集まりだろう。覚悟できてる。もうギブアップは？どうします？
脇が甘いな。うん、せろ。はい、配れ。せろ。俺の番か。終わらせる。ですよ。もう見ます。失われるぞ、私は。うん、こいつを食らうという。が、いれ。この程度です。逃げる。出番が来たな。楽しませて。よく吠えるね。相手してる。どうした？全力全開。おはっ、はっ、くたばれ。なんとかますよ。無様ですね。ふざけやがって。力の差を見せてやる。やるのかよ。相手してやる。この程度ですか。どうした。楽に死ねると思うな。この程度でけじめがつくとは、まさか思ってないでしょうね。終わらせる。頑張りますか。見さらせ。ほドドンコドドンコドドンコドン。我慢の限界だな。うん、へっ。調子がいいぞ、私は。てめえ、こいつを食らうといい。そろそろ終わりにしましょう。手加減はなしだ。できるわ。力の差を見せて。楽に死ねると思うな。ふざけやがって。出てきたぞ。覚悟できてる。終わらせる。ヤクザごときが絆だのけじめだの。虫図が走る。ほら。綺麗さ。
っぱり目立っちゃおうかな。この程度ですか。しのげるかな。手加減はなしだ。調子出てきたぞ。来ないのか。容赦しないぞ。よく吠えるね。この程度ですか。さっさと来い。無様にだ。よし。それね。ありがとう。力の差を見せてやる。こいつを食らうといい。おお、調子がいいぞ、私は。楽に死ねると思った。切り離すわ。もう今手加減はなしだ。できるわ。かますぜ。必殺。うんだ。うっはうっはうっはは。なんとかますよ。次はどうします。あれやっちゃう。よし、とっておきの技味わってもらう。してやる。力の差を見せてやる。こいつを食らうといい。調子出てきたぞ。よく